七尾駅は、石川県七尾市三木町にある、西日本旅客鉄道、能登鉄道の駅である。能登地方の中心都市である、七尾市の代表駅であり、同市の市街地中心部に位置し、石川県の鉄道駅で最も東にある、大阪や金沢からの特急列車が発着する。1991年に七尾線は電化され、同時に当駅を境に運転系統の分離が、 行われた。七尾線のうち、JR 西日本での運行は一つ北の和倉温泉駅までで、伊北は第三セクター鉄道であるのと鉄道に運行が移管された。ただし、金沢、津端方面から和倉温泉駅まで運転される列車は特急列車のみで、普通列車は七尾駅を境に、金沢、津端方面が JR 西日本、和倉温泉。 穴水方面はのと鉄道が運行することとなった。したがって、七尾駅から枠浦温泉駅までの間は、両社の共用区間となり、JR 西日本が路線の所有と特急列車の運行を、のと鉄道が普通列車の運行を、それぞれ受け持つ形となっている。表中の所属事業者及び路線は、以下の通り。なお、 当駅は、両事業者の共同使用駅という扱いになるが、JR 西日本で管理し、能登鉄道切符の委託販売もしている。また、能登鉄道社員が常駐しており、自社と JR 以外の他社がコラボした切符の販売や、レンタサイクルの受付を行っている。JR 七尾線の管理、運営を行う七尾鉄道部が、校内に置かれている。 事務官コードは54万1819を使用している。1898年に七尾鉄道の駅として現在地とは異なる場所にて開業し、1907年に国有化。1924年に現在地に移転。1987年より JR 西日本の駅となった。国鉄時代には隣接して七尾機関区が置かれたほか、 七尾港までの貨物支線が付設され、能登地方における鉄道の中心地であった。地上駅でコンクリート作りの2階建て駅舎を備える。ホームは2面4線あり、JR が短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線を使用し、能登鉄道が短式ホームに接する切り欠き機、ホーム1面1線を使用している。短式、島式ホーム間は、 湖泉橋で連絡している。港内西側には、七尾鉄道部の車両留置線が付設され、夜間大白が設定されている。ただし、七尾駅との入出庫は廃線の都合上、1984年に廃止された貨物支線の一部を活用した入れ替え線を介して行われる。前述の通り JR 西日本の直営駅で、緑の券売機プラス、自動券売機が設置されている。 隣接してのと鉄道の自動券売機も設置されている。駅窓口は2021年1月15日限りで、緑の窓口としての営業を終了した後、のと鉄道との委託契約の関係上、2021年3月末まで暫定的にのと鉄道専用の窓口として券売機で購入できない券主のみを JR 西日本の社員が発見し、新年度となる4月以降、 正式にのと鉄道の窓口として営業を開始する予定。2021年3月13日から、アイコカ等の全国総合利用サービスに対応した交通系 IC カードが利用可能となっている。駅売り店としてセブンイレブンキオスクが設置され、特産品も販売されている。駅施設内に喫茶店、ラポールナナオが出店していたが、周辺に飲食、喫茶店、 コーヒーショップが相次いで開業したことから2013年2月に閉店した。また、駅前再開発工事の完了後、駅正面に設置されていた時計が一時期撤去されたが、地域、議会の要望を受けて2011年2月に新設された。北陸新幹線開業を、花嫁のれん運転に伴う観光需要増加のため、観光案内所が2015年に設置され、 レンタサイクルも行っている。喫煙エリアは出口東側に設置されている。セブンイレブンキオスクで弁当等を販売している。かつて松の寿司が七尾駅で販売していた駅弁は下記の通り。近年の1日平均乗車人員は以下の通り。駐車場駐輪場駅前バスターミナルは北鉄の飛バスコミュニティバス停留所が7カ所設置されている。また、 駅周辺には、のとじま交通、かえつの大バス、丸ま観光のバス停が4カ所設置されている。また、バス停の名称はバス会社ごとに異なる。1番は校舎専用、2から6番、C の7カ所の乗車乗り場がある。2番乗り場、北鉄のとバスの路線が使用する。3番乗り場、北鉄のとバスの路線が使用する。4番乗り場、北鉄のとバスの路線が使用する。 5番乗り場、北鉄のドバスとコミュニティバスの路線が使用する。6番乗り場、北鉄のドバスの路線が使用する。C 乗り場、コミュニティバスの路線が使用する。パトリア正面口から徒歩1分。のとじま交通の路線が使用する。みな、来る北川の七尾駅北交差点そば。のとじま交通の路線が使用する。みな、来る北口そば。 北鉄の都バスとコミュニティバスの路線バスと、丸一観光の高速バスが使用する、バスターミナル東側、カエのノーバスの高速バスが使用する、特急、サンダーバード、のとかがりび、花嫁のれんの隣の停車駅は、列車記事を参照のこと、ありがとうございます。